はい、ジュゴンです。ということで今週のクラブセレクションの予想をしていこうかなと思います。はい、ということでまずお詫びをねいたしませんといけません。先週の動画でですね、わけのわからないペルーのね2クラブをね予想しまして、まあ見事にね外してしまいました。大変申し訳ありませんでした。ただですね、先週来なかっただけで、まあ、今作中にね、来るという可能性あると思ってるので、まあ、頭の片隅に、アリアンツリマでしたっけ、アリアンサリマでしたっけ、なんとかクリスタル、アリアンサリマと、スポルティングクリスタル、この名前をね覚えておいていただきたいなと思います。一応はい、ということで今週は、結局、ベシクタシュ、フェネルバフチェ、ガラタサライ、まあ、こちら、ね、3クラブ来たんですけど、まあ、しっかり、ね、理由があったみたいです。というのもフェネルバフチェとガラタサライが14日日曜日に、ね、対戦したと、試合結果的には1対1の引き分けだったみたいですね。でクラブセレクションで選ばれたフェネルバッフチェのエルマスとガラタサライの、コニエクル、この選手がねゴールを決めてますけど、まあ、やはりクラブセレクションで来るのはね直接対決とかが、まあ、やっぱ関係してきそうなね感じはいたしますね。でパートナークラブでもない、まあ、トルコのね3クラブがね新しくというか、まあ、プレ4版でも初めて来たということで、まあ、今後もそういう形がねありえそうかなと思っております。でそのリーグをまあ代表する、何クラブかっていうパターンがねやっぱ今まで多いので、まだねリーグライセンスあるところでまた来てないクラブっていうのはね結構あるので、ちょっと見ていこうと思います。ということでまずベルギーリーグなんですけど、日本人も多く所属しているねリーグですけど、まあ、特にそれ以外で言うと、まあ、日本人の自分から見ても正直分かる選手があまりいません。まあ、唯一言うのであればセルクレブルヘの、キリアン・アザール、まあこれは自分も知らなかっただけですけど、アザール選手の弟ですね。はい、それぐらいですかね。あとはクラブブルッフェのファナケンぐらいでしょうかね。 FP で1回来ましたかね。それぐらいかなという感じで、正直有名選手がいないところはねリーグ単位のクラブセレクションを出すんじゃないかなということで、まあ、デンマークが一度、去年12月にリーグ単位のクラブセレクション出たと思うんですけど、まあ、そういった理由なのかなと思っております。ということでプレミアリーグでいうとライセンスのあるアーセナル、まあ、リバプール、こちら2回出てるので、まあ、3回目来るのか分かりませんが、まあ、とりあえずねひとまず、来ないという感じですかね。はい、ということで続いてリーグワン、一番ね皆さんが興味ありそうなこのクラブ、パリサンジェルマン、まあ、今のところ1回も来ておりませんけど、まあ、来ない理由としては自分はこう考えてます。まあ、リーグワンの、まあ、力の関係上、正直パリ・サンジェルマンの圧勝みたいな感じのリーグでして、まあ、毎週毎週勝ちまくって、まあ、パリ・サンジェルマン独走みたいになるんですけど、まあ、最近でこそ負けててあれなんですけど、まあ、先週末もリールに1対5で負けてましたけど、まあ、2019、発売当初ですね、パリ・サンジェルマンの選手毎週のようにほぼ来てて、で、まあ、初週に、8月30日にネイマール・ムバッペが一緒に来まして、まあ、その翌週9月6日にキンペンベ、まあ、次の週、週刊 FP がなくてですね、でその次、9月20日はドラクスラー、でその次の9月27日にムニエで、 10月4日初めてねこの週、週間でパリ・サンジェルマンの選手がいなかったと。で10月11日にムバッペで、その翌週10月18日は週間がありませんでした。で10月25日がディマリアで、11月1日がマルキーニョス
で10月8日もねパリ・サンジェルマンの選手いなくて、11月15日はカバーニといった感じで、ほぼね毎週のようにね、パリ・サンジェルマンの選手が、いたと。でパートナーのクラブでもないチームで、まあ、活躍してるから、まあ、コナミさん的にも出さざるを得ない状況になったと。であとで言うとチアゴ・シウバとベラッティがね来てるって感じで、まあ、来てない選手で言うと、まあ、強いところで言うとブッフォンとか、まあ、アレオラ、あとラビオとか、まあ、ダニアウデスとかそんなとこですかね。はい、あとケーラーとかも面白そうですけどね。はい、まあ、なので、まあ、まだカバーニ、ムバッペ、ネイマールとか、まあ、そのあたりの FP ね持ってない方いらっしゃると思うんですけど、まあ、特に、アプリの方とか、まあ、今後もね活躍するかもしれない、まあ、パリ・サンジェルマンの選手をねわざわざクラブセレクションにしなくてもね、まあ、どうせリーグで活躍するでしょっていうね考えなのかなと思っております。はい、まあ、正直個人的にはね来てほしいというね気持ちもあるので正直半々ですね。まあ来てほしいですけど、まあどうせ来ないんでしょうという自分は考えですね。はい、でモナコはまあ2回目、まあいずれ来るとは思うんですけど、ワンチャン今週の可能性もあって、まあ今週の、19日に、パリ・サンジェルマンとモナコが対戦するんですけど、まあ、このタイミングでねモナコ来る可能性あるのかなという、まあ、モナコにとっては大一番という感じなので、まあ、このパターンかな、来そうな、ね、パターンなのかなと思っております。でフランスで言うと、もう2つねありえそうなクラブセレクションがありまして、こちらリヨンとマルセイユですね、こちらのね対戦あるのかなということで調べましたところ、5月12日日曜日、ゴールデンウィーク明けですね日本で言うと、はい、令和の時代になってますけど、はい、ショック・ドゥ・オランピックという、まあ、ダービーマッチなみたいなんですけど、まあ、オリンピックと名前が入ってるチーム同士の対戦ということで、まあ、そんな名前ついてるみたいなんですけど、マルセイユのホープでの試合があります。なので5月9日、まあ、その前の、メンテの日ですねに、マルセイユ、リヨン、クラブセレクションが同時に、ね、来る可能性が、ね、ありえそうな感じがいたします。はい、ということで、まあ、その辺5月9日ねメンテブをね楽しみにしましょうということで、次いきますけど、イタリアは強豪クラブほぼ出してしまったのでね、2回目も出したのでもう来ないと思うんですけど、まあ、3回目あるかなって感じで、まあユベントスはライセンスないのでね来ないですけど、で次でオランダ、アヤックス、フェイエノールと PSV、こちら、今年の1月末に来て、まあ、2度目がね来てもおかしくはないんですけどね、正直もう少し先かなと思ってます。はい、で、まあ、直接対決もこの3クラブないんですよね。なのでもう少し来ても先かなと思ってます。はい、ということで次、ポルトガルですね。ポルトガルはまあ2回来たので、ベンフィカ、ポルト、スポルティング、2回来たので、まあ、3回目わからないんですけど、まあ、まだ来ないかなというのが個人の予想ですね。はい、で、続いてロシア、こちらは、今作からリーグライセンスが追加されたということで、まあ、フルライセンスになったという感じですが、まあ、強豪クラブでいうとチェスカ、モスクワ、本田選手がいたところと、まあ、ゼニとね、バリオスとかいう、バリオスどこだ、あ、いますね。とあと、まあ、結構ね有名な選手でいうとロコモティフモスクワっていうクラブ、まあ、元ドイツ代表ヘベデスだったり、シャルケにいたファルファンとか、あとチョルルカとかいますね。で、まあ、日本と、ワールドカップで対戦したポーランドのクリホビアクとか、まあ、ポルトガルのフォワード、まあ、ユーロの決勝とかでもねゴール決めてるエデルとか、
まあ、こういう選手がいるチームなんですけど、結構有名選手もいるので、ここね選ばれてもおかしくないかなということで、まあ、その3クラブで対戦のねする日近々あるのかなと調べましたところありました。4月21日日曜日なので、まあこれ日本時間なので現地時間でいうと20日土曜日ですかね。ロコモティフモスクワとチェスカモスクワのモスクワダービーと、はい、いうのがあります。なので正直これ今週末なので、まあ、今週末、モナコか正直ロシアの、3クラブかなという予想をしてます。であとチェスカとゼニとの試合、あるのかなと調べましたところ、5月12日にあります。ただこれマルセイユとリヨンの、ね、試合との同日なので、さすがにここ4つ一気に出すのはちょっとないのかなと思うので、今週が、ロシア出して5月9日に、フランス2クラブ出すのかなという、予想ですね。はい。まあ、スコットランドは何週か前に来たので多分ないでしょう。スペインはバルサのライセンスしかないので、まあ、それだけですかね。はい。であとスイスでいうと、こちらも有名選手があんまりいないかなという感じで、まあクラブでいうと柿谷選手いたバーゼルとか、久保優也選手がいたヤングボーイズ、まあ、この辺りかなと思うんですけど、まあ、選手的にはちょっと正直微妙かなということで、まあ、リーグ単体のクラブセレクションがね来るかもしれないですね。はい。ということで続いて、ブンデスリーガのあの収録されている2クラブ、まずシャルケが、まあ、ドルトムントとの、ルールダービーがあるんですけど、まあ、ドルトムント収録されてないんでそこら辺どうなるかということで、4月27日なので、次の週ですね、なので25日のメンテ後に来るかっていう感じなんですけど、まあ、正直、まあ、そこら辺あのゴールデンウィーク関係してくるのでコナミさん休むのかなということで、まあ、シャルケが来るとしたら、まあ、シャルケが来るとしたら正直この25日なんですけど、まあ、ゴールデンウィークあるんでちょっとあり、ね、なさそうな感じもしますね。レバークーゼンということで考えると、まあ、レバークーゼンとシャルケの試合が、5月11日にあるので、5月9日ですね。またこれ5月9日渋滞してるんですけど、まあここでレバークーゼンをね出すのかなという可能性もねあり得るかなという感じです。でも5月9日渋滞しすぎだなっていう感じですね。なので5月9日は正直自分はフランスリーグのクラブセレクション来ると思ってるので、正直レバークーゼンとシャルケは、シャルケを、ま、4月25日に出して、レバークーゼンをまた後日出すっていうのがねありえそうな感じですけど、シャルケのやつが、まあ、ゴールデンウィーク関係してくるのでちょっと分かりません正直。はい。ということでここから南米なんですけど、まずアルゼンチンがリーグ戦終了ということで、まあ、クラブセレクションなさそうと。でブラジルは4月末に開幕ですね。それに合わせて、まあクラブセレクションを競うということを、まあ、先週の動画でもね喋ってますので、まあ、その辺気になる方、まあ、ご覧になってない方はねそちらをねご覧いただきたいと思います。ということで、まあ、チリとコロンビアはスルーします。チリはコロコロ、来ましたね。はい。コロンビアに関してはもうスルーします。でペルーの2クラブはさっき、言った通りで、まあ、いずれ来るかもしれないという感じです。はい。ということで中国の、ライセンスがね取れてるということで、まあ来そうということです。まあ強いクラブで言うとやっぱ広州恒大と上海上皇、まあここら辺は可能性ありえそうという感じですね。あと3クラブ目探したんですけど、まああと大連一方、ハムシク、カラスコいたりとか、あとは上海新華とか、まあ、グアリーンとかいますし、まあ、そんな感じで、まあ、結構いいとこあるんですけど、ちょっと微妙かなという感じなので、まあ、広州恒大と上海上皇だけをね、正直考えていきます。
で、この2クラブの対戦はいつかということを調べましたところ、6月14日金曜日なので、その前の日13日木曜日のねメンテ後かなという感じなので、中国、広州恒大と上海上皇のクラブセレクション来るとすれば6月13日の木曜日かなと思っておりますということで、予想はね以上ですね。はい、ということで、まとめますと今週のクラブセレクション、予想ですけど、パターン2つまでちょっとね用意させていただきました。まず1個目モナコですね、まあ理由としましてはパリ・サンジェルマンとの大一番がまあ今週末あるということと、まああと前回のクラブセレクション、11月かなから、まあ、時間が結構経過しているということで、まあ、2回目そろそろ来てもいいんじゃないかなという理由ですね。はい。で、まあ、2パターン目で言うと、ロシアの3クラブ、チェスカ・モスクワ、ゼニト、ロコモティフ・モスクワですね。まあ、理由としましては、チェスカ・モスクワとロコモティフ・モスクワの試合が今週末あると。まあ、この1点のみなんですけど、まあ、懸念材料としては、ロコモティフ・モスクワの存在ですね。のクラブセレクション、まあ、リーグの強豪としてね、まあ、コナミさん的にはこのロコモティフ・モスクワの位置づけ、まあ、リーグの強豪として見てるのかっていう感じですね。まあ、リーグ自体では現在2位なんですけど、このチーム、まあ、そこら辺わかんないという感じですけど、まあ、オランダとかポルトガル、トルコ、まあ、3強、まあ、はっきりと言えるようなクラブがまあ選ばれているので、正直ロシアとなるとまあこの3強に入れていいのかなという感じのロコモティフモスクはここ選ばれるのかなっていうところがまあ懸念材料ですかね。はい、ということで予想は、モナコかロシアの3クラブですね。はい、今週の、クラブセレクションの予想はいかがだったでしょうか。まあ今週はモナコ、あとロシア、まあどちらの、クラブセレクション来るかなということで、まあ皆さん結構楽しみなのは正直モナコだと思うんですけど、まあロシアもね結構、まあチャロフとか、ゼニットの、バリオスとか結構ね有名選手、まあ、今作有名になったっていう選手がね数多く含まれてきそうなので、正直、まあ、ロシアでもワンチャンいいのかなと思ってますけど、まあ皆さん的にはやっぱモナコの方が結構いいと思うんで、そこら辺どっちが来るかって感じですけど、正直ね予想なので外れることもありえそうという感じです。ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、チャンネル登録、そしてあなたのクラブセレクションの予想を、ぜひコメントによろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。